寂しさにも君のいない生活なんて考えられなかった。もっと君をたくさん抱きしめたかった。もっと君の中の奥まで今です。ではアリアンデルの絵画世界、パート2始めてみたいと思います。では行きましょうか。前回はこの橋の下のね、なんだっけ、王者の墓守を倒したところで終わったのかな。じゃあ今回、もう一つのルート、カラス人の町ですかね、に行ってみたいと思います。だね、こっち側ですね。いたちょっとね、弓今持てないんで、さあ来い。来い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 、おお、ファイヤーかい。おお、やろう。おお、当たらねえ。 OK。 こっちもう一人いるんですよ、こっち側に。なんでちょっとね、ああいう、おっと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 、突っ込まなかったというかね。では行きましょう。次はこっちと、
どうしよう、さっきこっちから行こうか。勇敢な、なんかのソウルと、こっち側もなんかアイテムがあったな。あー、行きましょうこっち側にもアイテムがあったような気がするんですけどね。お、こいつなんかね、この辺からちょっとね、カラスビトがいるんですけど、ちょっとね、やや腐ってるやや腐ってるって感じですね。こんな感じで、多分ね、こいつらはこの絵画世界の住人だったと思うんですけどね、なんか訳ありで腐っちゃったような感じですね。おお、お前が行ったんかい。結構いるな。思った以上いるな。とぉ、こんなもんかな。もういないよね。なんかキラキラ音がするな。では行きましょう。でこっち側にね、もう一匹いるんだよね。こんな感じね。でこの先にカラスビト狩りかなんかいるんですよね。結構これ強いんだよね。おお、強え。おお、やべ、パリやったな今。では行きましょう。なんかねわかるかな、若干ちょっと腐ってるんですよ、こういう感じで。うわ、気持ち悪い。なんだろこれ。まあとりあえず行きましょうやや腐り気味。ザー、すごいな、この音がすごいね、ドゥボーって音が。でこっちに一応 NPC のカラスビトがいますんで喋ってみましょう。Oh. Well, there is nothing forlorn about you. You must be the other Ash, I suppose. Oh, oh, finally, you have come. Oh, wondrous Ash, grant us our wish.Make the tales true and burn this world away. My lady must see flame, and you have only to show her. You are ash, are you not? Is it not fire that you seek? Surely you've seen the rot that afflicts our world.But that which fooled the good father and buried the flame after we had all made up our minds too. So, please, grant us one wish. Make the tales true and burn this world away. My lady must see flame, and you have only to show her.Please, it must be you. I am so terribly frightened of timidly rotting away like those fools on the
まあどうやらこの世界やっぱ腐っていってるみたいですね。で、なんか二つ灰が来たってことは、一つはまあね、主人公で、もう一つはあの、おそらくあの教会におったフリーデスさんですか。で、多分そのフリーデスさんがこの絵画世界のまあコントロールしてる人をそそのかしちゃって、こういうくすみゆるゆると腐らす方向に持っていっちゃったっていう感じですね。まあ、とりあえず行きましょう。まあねさっきも言っとったし、ゲールさんも言っとったけど、どうやらこのもう一人お嬢様っていう方がいて、それがどうもこの絵画世界を救う術を持ってるみたいですね。あ、かがり火発見。では行きましょう。とりあえず先こっち行きましょう。アイテム回収か行きましょうか。よっと。んで、こっちか。んで、こっちにアイテムがあるんで、これを取りに行きましょう。と、これはね、結構スタイリッシュな武器でね、戦技がねこんな感じですね。では一旦戻りましょう。では行きましょう。では今度はちゃんと、橋を渡りましょうか。おっと、これはダメだ。これね、行きましょう。こいつら基本攻撃してこないんで無視しましょう。いたいた。おお、エイムとかロックが。おお、おお、やばい指名攻撃かよ。ちょ待って、ロックが。おーし、切った。もう年はもう、もうお前らのせいでロックずれまくりだバカ野郎。では行こう。うん、腐っとんな。で、こっちはダメージ大きいのかな。おう、すごいなすごいな、本当にこいつもやろ。おお、上が降ってきた。おお、おお、落ちる。うん、もうバカ野郎。でこっち側に、ちょっと待った、こっちがなんかアイテムがあったような気が、やっぱあったね。オッケー行きましょう。んでこっち、はしご登って、
先にこっち行きましょう。でこれでショートカットじゃないけど、まあ扉を開けておきましょう。OK。 んで中入って気抜けましょうか。んでこれを渡って、おっと落ちそうになった。OK。 でこれも新しい武器ですね。どれだろう、これか。これは戦況はどんな感じ。おお、なるほど。さっき黒いやつがやってきたやつだね、この技は。ではどれだこれだ。では一旦カットしようか。あ、カットしなくてもいいか、いけるか。とぅ、でもう一回はしごを登ってセキュリティを置きましょうか。ん、いるなあー、ここにいたんか、あいつ。無視しましょう。で次こっち行って、でこっちが魔法使うんで OK。 こんなもんかな。こんなもんですね。中に入る前にもう一回ショートカット開きましょうか。やばかった。で、ゲールの装備ですね。で扉を開けてショートカットを開きといきましょうか。ショートカットじゃねえなこれ。どうしよう、戻れるかなこのまま一気に。あ、戻れるね。こっから行きましょう。おお、なんかステップになっとったな。とぅ、でもう一回はしごを登りましょうか。では行きましょう。この塔に登らなあかんって感じやね。登りましょうか。で北先は実はね、あ、ここに結晶トカゲおるんやけど、あれよりももっと鬱陶しいやつがおるからね。ミルウッドの矢、あったあった。おっとっとっとと、おお、落ちた。うん、行きましょう。どこ行ったんだろうあいつ。ん、これは、
うわ、下にいるんか。やばいね。では。と。あいつ、じゃあ、攻撃できないんじゃん、こっちまで。いるな。もう一遍ミルウッドの矢で撃ってみよう。来た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 。めんどくさいが行こうか。めんどくさ。行きましょう。んで橋を渡って、屋根の上に続くと、んーで、でね、この扉を開けることによってショートカットが開通するんですけど、カラスビトいるんじゃね。とりあえずショートカット OK ね。で、建物が2つあるんですけど、手前が、あの、いた。はい、バックスアップ、イエーイ、オッケー、しんどげ、また来てる、オッケー、まず1匹ね、来た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 、こいつは結構苦手なんだよな、パリ使ってきやがったし、さっきも。およし、OK、この奥にはアイテムがありましたね、そういえば。魔法だっけ？あ、奇跡があったんだ。白鏡の輪。あんま使えないっていうね、あの、新しい奇跡ですね。では、行きましょうか。この奥にね、ちょっとボス戦が待ってますね。なんでちょっと準備をしましょう。くるくる回りやがった、ほんと。おっと、うっとしな。おお、かっけえな。Never fall in love.
やばい、やくそ、おお、やられた、やられちゃった。では、リベンジいきましょう。ビルヘルムをぶち殺しに。さっきはね、狭かったんですよ、この中が。なんで、ちょっと表行きましょう。表へ出ろ、表、表へ出ろ。おお、来た。間違えた。当たら、避けすぎ。エンチャント45秒しかないのにこれ。私はあいつ、ちなみにね、あの魔法攻撃するとね、あの封印してきやがるんですよ。うっとうしいですよ、ほんと。おお、では行きましょう。ん、I believe I feel the scent of ash upon thee.The one of whom Uncle Gale spoke. The one to show me flame. 'Tis good. When this is done, may I return. The door is open thanks to thee. だから彼女が、この世界の新しくね、再生してくれる人みたいですけど、どうやらビルヘルムがここで閉じ込めとったみたいですね。まあいいや、行きましょう。こんなもんかな。おかわり発見の前に扉を開けておきましょう。ふう、どうやらやっぱあのエルフリーデさんはきな臭いですね。ビルヘルムがね、この彼女をここで幽閉しとったということは、なんかこのかね、この人が多分この世界を焼き払うのかな、どうだろう、まだちょっと分かんないですけど、まあ、とりあえず今回この辺で終了しましょうか。ふう、疲れた。ではまたね、バイバイキン。